おっと、今いいか。ああ、クライブ。ジルの様子はどうだった？無理をしていたようだ。一度しっかり休ませた方がいいだろう。そうか。フーゴの行方は分かりそうか？今ビビアンに探ってもらってるが、あまりに手がかりが少ない。協力者や石の剣の連中にはストラスを飛ばしたから、何かつかめれば知らせが来るとは思うが、もう少し時間をくれ。すまない、引き続き頼む。いたいた。よう、クライブ、ずいぶんとご無沙汰だな。ミド、戻ってたのか。うん、さっきね。大学はどうした？おやすみ。カンベルの大学も大騒ぎなんだ。フーゴの野郎がロザリアを攻めた？反乱か？どうなってるって。大変でさ、勉強どころじゃなくなっちまったの。わかったから落ち着け。今度はいつまでここに？そう、しばらくはいるつもり。そうだ、クライブ、ちょっとお願いがあるんだけど。悪いな、今少し立て込んで。付き合ってやるといい。フーゴの足取りを追うにもうしばらくかかる。大先生、これまた久しぶりだね。また小難しいこと考えてんの？相変わらず場に急ぐは娘だ。新しい風をどうもありがとう。君のおかげで組み上げた思考の断片が吹き飛んだよ。褒められちゃったよ。ほら、大先生もああ言ってる。クライブ、後で倉庫まで来てくれ。おい、クラ。風というか、ありゃ嵐だろう。おっと、金をもらいに来たぜ。一体何のだ？ミド嬢ちゃんの渡し金さ、オットーからもらっとけって言われたもんでね。あの野郎。ミドは倉庫に来いと言ってたな。何をするつもりだ？ロザリスじゃ大変だったそうだな。来てくれたな、クライブ。ミド、お願いとは？この下の倉庫、私の工房に改築したい。それを認めてほしいんだ。また急な話だな。以前から考えてたんだよ。父さんの影響で気候を覚えてから筋がいいってカンベルの大学にまで入れてもらった。私が気候学を勉強してるのは隠れ家での生活に役立てるためだけど、大学じゃできることも限られる。ここに工房があれば学んだことを活かせるだろう。みんなに少しでも楽をさせてあげたいからな。一人娘の思いを知ればきっとシドも喜ぶ。いいだろう、後でオットーにも伝えておけよ。さすがクライブ、話がわかる。それじゃ早速手伝ってよ。俺がやるのか？他に誰がいるのさ。わかった、何をすればいい？私が工房の設計をしてる間にこれらを手配してくれ。まずは設備のための資材の調達、必要なものはその覚書に書いてある。次に工具一式を用意する。今渡した鉱物からこしらえてもらって、最後に腕のいい大工を連れてくる。隠れ家の大工なら大丈夫だ。やることは三つか。任せたよ、クライブ。さて、どこから手をつければ。カローンとブラックソーンあたりに話してみるか。シドがフーゴをやっつけてくれるって。あんた、ロザリスの出だったの？
どうだ、直せそうか。ブラックソン、話がある。用なら手短にしろ。ミドから工具一式を用意するよう頼まれてな。これを預かってきた。どうだ、用意できそうか。こりゃまた数が多いな。しかも細かい注文ばっかりつきやがって。仕方ない、作ってやるか。完成したらミドのところに持っていこう。それは助かる。ありがとう、ブラックソン。ああ、クライブ。ミドがカンベルから戻ってるよ。もう会ったのかい？ついさっきな。隠れ家に工房を作りたいらしい。そのための資材の調達を頼まれた。これが覚書だ。揃えられそうか？たやすいもんだ。すぐにでも用意しよう。助かるよ、カロン。いいのさ、ここで生活できてるのもあの子のおかげなんだから。黒い水の浄化装置みたいにまたみんなのためになるものが生まれるといいね。そうだな。品が揃ったら直接ミドに届けておくよ。ありがとう、頼んだぞ。あとは大工か。桟橋のバードルフに話してみよう。ってば青い顔をしてそろそろ昇降機も整備しないとな。残りの木材。大将、何か用かい？ミドのやつが工房を作るのに腕のいい大工が必要らしい。バードルフ、協力してもらえないか？任せてくれと言いたいところだが。すまねえ、隠れ家の補修を始めちまったばかりなんだ。手を抜くとここに住めなくなっちまう。この作業が終わるまではどの大工も手が空きそうにない。そうか、参ったな。俺らの他っていうと、マーサの宿のやつはどうだ？バーナードって腕利きがいたはずだぜ。ああ、バーナードか。確かに彼なら適任かもしれない。マーサに相談してみよう。ありがとう、バードルフ。いいってことよ。クライブじゃないか。どうしたんだい？隠れ家で大工が足りなくてな。しばらくの間バーナードの手を借りたいんだが。ああ、構わないよ。困った時はお互い様だ。ありがとう、マーサ。彼は今どこに？何でも用があるとかでクレシダって廃村に向かったところさ。直接行って声をかけるといい。わかった、そうしよう。Thank you.
今は呼ばない方がいい。よし、行こう。かけろ。おや、いつぞやの兄ちゃんか。妙なところで会ったもんだな。バーナード、あんたの手を借りたくてマーサに聞いてきたんだ。それはどういう要件だい？なるほど、工房と来たか。そいつは腕が鳴るってもんだ。マーサに話がついてるなら何の問題もねえ。ぜひ俺にやらせてほしい。ありがとう、バーナード。そうだ、兄ちゃんのところへ行く前に俺からも一つ頼み事をしていいか？ああ、言ってくれ。この先にあるクレシダって村は俺の故郷でな、今は誰も住んじゃいないが、親の墓があるんだ。久しぶりに墓参りしようと橋を修理したんだが、村の中が魔物の巣窟になっちまってた。兄ちゃんの腕前は知ってる。どうか奴らを片付けちゃくれないか？分かった、引き受けよう。恩に着るよ、頼んだぜ。
今ので最後か。おお、きれいさっぱり片付けてくれたか。感謝するよ、兄ちゃん。おかげで墓参りができる。ここは廃村になって長いのか。俗寮になったり、黒の一帯が迫ってきたり、こんな僻地じゃ生活が立ち行かなくなってな。もう何年も前にみんな出て行っちまった。思い出の中の故郷ってのはいつまでも綺麗なのに、ここも随分荒れたもんだよ。バーナード、さて今度は俺の番だ。墓参りを済ませたら兄ちゃんのところへ向かうよ。じゃあまた後でな。これで頼まれたことは終わったな。隠れ家に戻ってミドに伝えてやろう。ジルってば青い顔をしてたの。シドがきっとフーゴをやっつけてくれる。奴が隠れ家に来ることなんてないよ。そう、今日は何か。いい品が揃ってるよ。持ってきな。いい選択だ。
持ってきな。じゃあね。お、来たか。どれが欲しい？大事に使えよ。よし、できたぜ。これを作るには素材が必要だ。また来いよ。どうだ、直せそうか？あんた、ロザリスの家だったら。私もミド先生の実験のお手伝い。おかえり。そっちの様子はどう？頼まれてたものは全て手配してきたぞ。マーサの宿から腕利きの大工も来てくれる。さすがクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ？さっきカロンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ、工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こっちは一段落したな。ジルの様子を見に行ってみるか。ロザリスじゃ大変だったそうだな。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ？よくはないわ。当面の間休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブが？そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。わかった、行ってみよう。ロドリグ、どうしたんだ？何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。その用意をしなきゃいけないと思うとね。クライブ、僕は怖いんだよ。あの施術は常に死と隣り合わせ。君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らも大勢いる。それでもまだあれを続けるのかい？俺や石の剣の連中が活動できているのはお前たちが施術してくれたおかげだ。刻印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くにはこの世界はまだまだ障害が多い。だから俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな覚悟はしている。覚悟か。そうだよね、分かってはいるんだけど悩んでいても仕方ないね。とにかく頑張らないと。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、材料のエルモネア層を調達してきてもらえないかな？もちろんだ、手を貸そう。ありがとう、助かるよ。エルモネア層を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で川の近くに自生してるはずだ。あの辺りでは魔物が増えてるって噂を耳にした。どうか気をつけて。
子供たちがいたずらを覚えて。この前なんて。シド、いいところに。石の剣の任務で問題が発生しまして。何があった？言ってみろ。はい。ノースリーチの近郊でコールの部隊がベアラーの救助を行っていたのですが、少し前に彼から知らせがあり、獰猛な魔物と遭遇して襲われたと。ですが私はようやく救出したベアラーたちを見捨てることができませんでした。そして任務の続行を命じたのです。ですがそれから何の知らせもなく。心配だな。よほど危険な状況にあるのか、まだベアラーを助けようとしているのか。今思えばコールたちの命を第一に考え、いち早く撤退命令を出すべきだったのかもしれません。シド、あなたにお願いしたいのです。コールの部隊の捜索に力を貸していただけないでしょうか。わかった、現地に向かってみよう。ありがとうございます、シド。コールからの最後の知らせによると、魔物に襲われたのはノースリーチ近郊のドラゴニエール平原とのこと。もし怪我人を抱えているなら近くで留まっているはずだ。まずはそのあたりで探してみる。金持ちの貴族どもがいなくなって。今はやめておこう。頼んだぞ。無事だったか。よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ。ドリスに頼まれてお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません。ゴブリン族に襲われ負傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちは。数名は助けられましたが、残りはまだ2場所に。ただこの状況ではもうベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで助けが遅くなって。彼らがどこにいるか教えてくれ。シド、まさか。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろう。わかりました。ここから南に行ったところで荷馬車が立ち往生しています。ベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらくゴブリンたちもまだ。わかった、すぐに向かう。ありがとうございます、シド。どうか彼らを。ああ、必ず助け出す。あの荷馬車か。ボルガ、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 ボルガ。
ザルだ。助けに来た。怪我はないか？ゴブリンたちに襲われたというのに、逃げようとした跡すらないようだが。ハルジもいなくて、誰も命令してくれない。あんな化け物を前にどうしろって言うんで。そうか、すまなかった。だがお前たちはもう自由なんだ。生きることも死ぬことも自分で決めることができる。なら、その命を俺たちに預けてみないか。シロ、ご無事ですか？ああ、ベアラーたちも。よかった、生きててくれた。彼らがお前たちを守ってくれる。命がけでな。信じていいのか？ああ、安心しろ。シド、あとはお任せください。ベアラーたちは必ず隠れ家まで送り届けます。頼むぞ、コール。ドリスには俺からも伝えておく。エルモの野草は川の近くに。この辺りを探すか。これがエルモの野草に違いない。多めに取っておくか。子供たちがいたずらを覚えて。シド、お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちと、どちらも無事にノースリーチを立ったと。すべてあなたのご協力があったからこそ。ありがとうございます。無事でよかったよ。今回のベアラーたちはある奴隷商人に密売されるところでした。密売にかかるベアラーは特にひどい扱いを受けます。だから何としても救いたかった。